いつなら。ちょっと大丈夫っすか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か。怪我してないの。なあ全然電波来ねえんだけど。生きてやがったのか。なんだよ。おい寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。いるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろうな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。私が君たちを救おう。私だけが君たちを救う。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。どういう。良き終わりはそこにある。なんだよあれ。
敵だ。あとを。あっ、はあ、何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。だからもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな。どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。お前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。相手が俺俺などそれにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。これが本当に渋谷なのか。世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。
妹ってのは病人なのか。ああ。それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために？あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後へ近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。ところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。
今度はチャージショットを試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。これだけだ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何か入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ、こんな時だからな。それもそうだな。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。
ってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ。人間。もう一人。お前は、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。
それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊吹明人だ。今更自己紹介かよ。まあいい、KK だ。名前は捨てた。 KK、 マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリー！しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら
外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は有言坂だ。には合わせず警察署までご連絡ください。なくそう犯罪。霧がまだ残ってる。冬は近づく。危ねえぞ。ここはダメだ。引き返せ。ここは無理だな。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。ここはもういい。目的地に行くぞ。なんだこりゃ。怪我するぞ。離れろ。
何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置…あいつ…余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。このレコーダー、エドのものだな。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。
エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。命が何個あっても足りないな。するな、戻れ。戻らなきゃ。するな、戻れ。
これって何？今はいい、先を急げ。コンビニか、何か使えるものがあるか。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな。珍しいものが売ってるな。こういうの意外と買っちゃうんだよな。キュウリだけ持っていてもな。あ、エンジンがある。好きなんだよな。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。DJ マルチバース。するな、死んじまうぞ。そこの2階だ。
ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだここ。秘密基地って感じだな。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いやもっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるからな。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。なんだこりゃ。なんだよこれ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。
武器も調達できたし、そろそろ行こうか。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。マンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ、こいつ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。持って数分だ、急げ。